どうもミスタードライですけどね、今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。今年で引退となりました堂上直美さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、私ミスタードライが大好きな選手堂上直美さんがとうとう引退ということでですね、まあ非常に悲しいんですけれども、まずは現役生活お疲れ様でございました。まあ堂上直美さんといえばね、ドラフト1位愛工大名電高校から、中日ドラゴンズドラフト1位でね指名されたわけですけれども、僕も愛工大名電出身ということで尊敬する大先輩なんですけれども、当時は坂本勇人さんが青森厚生学院で、2人ともすごいスラッガーだったんですけれども、まあ直美さんの方がすごいバッターだったんですよ。なんで坂本さんとずっと比較されるっていうね、苦しいプロ野球選手生活だったと思うんですけれども、ドラフト1位の選手でもすぐねプロ野球引退してしまう選手たくさんいる中で、こうやってね30代後半までベテラン選手としてチームに貢献してきた直道さんは本当にすごい選手だと思います。そして堂上直道さんのあの守備力ですね、魅力のあるバッティングもそうですけれども、センスの塊なんで、本当に僕直道さんの守備とかプロっぽくてかっこいいなとずっと思っていました。そしてプロ野球スピリッツエースでも僕は宇宙一打ちやすいという表現を毎回させていただいてるんですけれども、本当に宇宙一打ちやすくてですね、弾道ラインドライブで守備適性も B ありますし、本当に強いです。ただ昔のね直美さん、僕継承してしまったんですよ、サードもセカンドも B 適性やったやつね。まあそれね、今だったら残しとけばなとか思うんですけれども、まあ、今回ね3700の堂上直美さんでもどんだけ強いんかっていうことを証明していけるような動画を撮っていきたいと思います。でこの時はねヤクルトキラーついてますけれども、神宮球場でねボコスコホームラン打っとったんでヤクルトキラーというのがついたんですけれども、まあ代打回ということで、今のリアタイオーダーでも全然ベンチでね使えるんじゃないかなと思っております。全ポジションを堅実にこなす貴重なユーティリティプレイヤーなんで、今回早速ね堂上直美さんで暴れていきたいと思います。それでは堂上直美さんのプロスピの歴史見ていきたいと思います。まず初登場2016年、シリーズ1、この時はねまだ弾道低弾道ですけれども、この時からねしっかりと高い守備能力期待されておりました。そして2016年シリーズ2ですね、いやイケメンすぎやろ写真ね、なんでこんなにかっこいいんやって感じですけれども、この時からねショート適性しっかり B 乗っていますと、もう当時から守備だけはほんまにね完璧でしたから。そして2017年、シリーズ1、この時もねどんどん守備能力が上がっていきますと、さらに2018年、シリーズ2、この時の写真めちゃくちゃかっこいいね。いやーこの時僕プロスペ始めとったんで、この時の写真撮っときたかったなとは思ってるんですけれども、この時からねサード適性も B 乗っていますと、いやーマジでかっけえわ直美さん。そして2019年、シリーズ1、僕ねこの直美さん持っとったんですよ、持っとったんですけれども、まあ残念ながらね継承してしまったということで、まあ何が強いんかってこれ見てください。サードショートセカンド全部 B 適性で、で補給もね特殊で C 乗るということで、安定感ほんまに半端なかったです。でこの時の直美さんを使った時に、直美ってこんな打ちやすいんってなったんですよ。もう宇宙一打ちやすかったです本当に。なんで僕プロ野球スピリッツで一番打ちやすいのは未だにずっと堂上直美って言い続けてます。そして最後2021年、シリーズ2に登場してくれました。この時はね一番能力的には高いんかな、打撃の、パワー称号で一応 B 乗りますと。でショート適性も B あるんで、まあ、ぶっちゃけこの直美さんが最高に強いというかね、強さ的にはねこれかなと思うんですけども、便利さは絶対2019年シリーズ1ですねになるかなと思っております。はい、まあ今回ねこの堂上直美さん応援歌も好きなんですよ。まず昔の応援歌、お前が行く道一振りにかけて上昇気流に乗せて花道咲かせろよっていう応援歌ですね。はい、神応援歌でございます。そして今の応援歌、勇敢に立ち向かえ一打にかける想い、ミスロー放て頼むぞ直道。いやー最高っすね。ということで今回最後の堂上直美さんの花道試合やっていきたいと思います。
はい、それではね、一試合目やっていきたいと思います。高校ですけれども、この守備適性でございます。いやー、ナオミさんと荒木の二遊間とか最強でしょう。はい、まずね、しっかりとショートゴロ打たせていきたいですね。で、3700なんで、今回のこの引退試合でホームラン打つとかってめちゃくちゃ難しいと思うんですけれども、まあ、それでもね、打っちゃうのが堂上直道なんですよ。なんでそこちょっと期待していきましょう。さあ、なんとかショートに飛ばしていきたい。直道さんの守備は、もう9回屈指ですからね。オッケー、まずノリさん、荒木、オッケー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 、ツアウト。さあ、いい流れでね、まずしっかり先頭バッターの直道さんに回していきましょう。で、自分ね、いろんな人に聞いてみたんですけれども、やっぱりほんまにみんなね、直道と周平は打ちやすいって中日ジュースの方言ってるんで、まあ、僕の言ってることは別に間違えてはないかなと思います。さあ、平田さんも、中日の守備硬すぎやろ。それでは行きましょう。ダルさん対ドノー直道さん。スピ鬼巻きやと思うけれども。頑張れ。オッケーオッケー、全然いける。もうパワー63あったらね、直道さんは余裕で掘り込めます。見してくれ。オッケーオッケー、そういう難しい球はいらん。オッケー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 。まずはリラックスしていこう。宇宙一打ちやすいですからね、このこういうフォーム。おー、よし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 、選球眼よし。あ、あかん、大会ボディになってる完全に。落ち着け落ち着け。あー、それはあかんわ。昨日まで大会やっとったんで、ひどいっすねこれ。こういうツーシーム系にはタイミング合わせるんですけれども、ミスった。まあまあいいでしょう。一ラス目はね、ウォーミングアップみたいなもんなんで全然問題ございません。あー、妹の顔、妹わしづかみジャンピング。ちなみにね、前回のセリーグ杯はあんまりやる時間なかったんですけども、一応120位ぐらいだったかな。あんまりやる時間なかった中でそこまでいけたのは割と嬉しかったですけれども、おいしょ、よーしよ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 し、オッケーオッケーオッケー、ひどーい。そして堂林さん、このね、先頭に堂がつく名前かっこええよな。イケメンやし、どっちも。よし、直道安定感、よし。さあ、直道さんにさよならの一打決めてもらいましょうか。さあ、アリエル・マルティネス先頭バッター。よーし、まず先頭、オッケーオッケーオッケー。さあ、これで、7番バッターか、これ。ここヒット打ってアウト、送りバントとかやね。頑張れ。単な育成プログラム兼、あんな製造機、大島洋平。おーし、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 来た来た。さすがドラゴンズ。オッケー。世界一速い三振。おいーし。おーし、オッケー。よし、さあ、直道さん。あー、いける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 。直道さんやったらいける。ミート36でもいける。さあ、いけ直道、宇宙一やぞ。あー、タイミングひどい。おーし、よしよしよし。まあ、欲張らんとね、さよならヒット。オッケー、直道さんありがとう。よしよしよし、完璧。では2試合目いきましょう。はい、それでは2試合目いきたいと思います。さっきボール球ヒットでね、サヨナラヒット決めちゃいましたけれども、あれも宇宙一打ちやすいからあそこに飛んでいくんですよ。さあ、この打席、大谷翔平との対決。頑張れ直道さん、ほんまにスピなんか関係ないとこを見せてほしい。オーライ、えぐい、マジで打ちやすい。そして瞬速飛ばしていく。オッケー。いや待って、ほんまにね、レフト線に飛んでいくんですよ、不思議なぐらいに。そして振り遅れてもね、ライト線残っちゃうのが堂上直道なんですよね。これ使ったことない人はね、信じてくれないと思うんですけど、ガチなんですよ。ガチでレフト線の神様なんですよね。そして流し打ち、オッケー。さあ、1イニング目でもう1打席直道さんに回すで。えぐい、ノリ弁スペシャル。よーし、よし、これもボール球ヒットの術、オッケー。中日ファンで直道さん嫌いな人は絶対お
おらんよね。あんな性格良くてイケメンでかっこいいプロ野球選手マジおらんぞ。さあこれも超える？おお、まあ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 いいでしょう。落ちる？あー、そしてバッター愛工大名電のもっとエグい先輩イチローさん。さあこれは？エグ、現実のヒットやん。それはセコいわ。さあ直道、うまーい、うますぎる。そしてこちらも愛工大名電の先輩ダイアン・ビシエド。ビシエド名電出身で有名ですからね。さあ行きましょう。直道、あ、ノリさん、オッケー。さあそれでは最後、直道さんで完璧なホームラン見せつけたいね。頑張れ。まずは荒木が塁に出て、荒木が塁に出る、オッケー。さあ直道さん最終打席です。奇跡のホームランお願いします。よし、オッケー、流し打ち発動、パワー64当たりきるやろ。頼む、打ち打ち見せろ、放て、頼むぞ直道。さよし、オッケー、いらない今のボール球。ああ、宇宙一打ちやすい。さあ最後のバッター坂本勇人やってきました。ここでショートゴロ行ったら本当に運命的な終わり方なるか。ショート直道さん、オッケー、ありがとうございました。